7月12日、東京の帝国ホテルにて富士山世界遺産登録記念レセプションが行われました。富士山万歳。開会とともに、いつまでも富士山を世界遺産にという新しいロゴマークが披露され、会場を沸かせました。富士山を世界遺産にする国民会議の中曽根会長が挨拶し、日本の宝富士山は念願の世界遺産登録を果たし、世界の宝となりましたと喜びを表しました。続いて川勝知事が挨拶。日本の国土のシンボル富士山、共に神格性というものが付与された存在でございます。そのようなシンボルとしての富士山にふさわしい地域づくりを、山梨、静岡、両県民は力を尽くしてやってまいらねばなりません。レセプションには内閣総理大臣霊夫人、富士山本宮浅間大社宮司や両県関係者などおよそ750名が出席し、富士山世界遺産登録を祝いました。会場エントランスには著名人など多くの方から送られた富士山へのメッセージなどが飾られ、レセプションに花を添えました。